フランツ・ザッハー1865年に出された広告。フランツ・ザッハーは、オーストリアの料理人。世界的に有名なカシザッハトルテを作成したことで、知られる。1816年12月19日に、オーストリア帝国、ウィーンに生まれた。1832年、クレメンス・フォン・メッテルニヒに料理人として仕えていた。ザッハーは、ある日メッテルニヒから、私と貴族の客人のために、 特別な歌詞を作れと依頼された。今夜私に恥をかかせることのないようにと言われたが、あいにくその時シェフが病を患ってしまっていたため、急きょ見習い2年目でまだ16歳であったザッハーが、シェフの職を引き受けた。この時にザッハトルテが誕生した。料理修行を終えたザッハーは、プレスブルクに移り住んだ。プレスブルクで、レストランの料理長についたザッハーは、ブダペストで、 同系列のレストランで独立。さらには、ドナウ川のウィーン・ブダペスト間の蒸気船シェフにもついた。1848年、ウィーンに帰ったザッハーは、バイブルクガッセにデリカテッセンを売る店を開店。そこで、フランツザッハーのチョコレートトルテとして、ザッハトルテを販売、大好評となった。1865年12月5日、レオポルト・シュタット・アスペルンガッセにバンチのグランホテルドゥ。 ルーロップへ着き、1871年退職した。ザッハーは1881年に家族とバーデンバイ、ウィーンへ移り住み、1907年3月11日に死去した。彼はバーデンのヘレーネンタール墓地に家族と共に埋葬されている。以下はフランツ・ザッハーと妻・ローザ・ザッハーの息子である。シェフが保養地に行っており、不在だったという説もある。 1814年から1815年にかけて行われた委員会議でもてなされたとする説も存在する。また、息子のエドアルト・ザッハーがホテル・ザッハーで振る舞ったとする説も存在している。しかし前者ではフランツ・ザッハーの青年と合致しない。ホテルで得るヨーロッパ・イン・ローカル。アンツアイガー・デア・プレッセ・ベイリッチ・ズ・ナンバー334 1865、3、デトセンバー1865、S 級ミッテ、グランドホテルで得るヨーロッパ、ウィーン、ライアプルチタト、イン、ノイエス、フレムガン、プロと、モーゲンブラト、ナンバー22、226、1871、16、オーガスト1871、S もミッテ、トデサンゼーゲトデサンゼーゲ、イン、バドナーツアイトゥング、13、MRZ1907、 S7 ハトローカル、ナハリヒテン、ノイエ・アンドガン・イン・ローンスタイン、イン、バドナー・ベザックス、ブロッド、ナンバー、47、1881、19、ノーベンバー1881、S6 18・ S ミッテ、ベチーノ・ネスバル、ビンデア・カイザー・ツァイト、サマーレ・ザ・デンゼン・イン・バーデン、ニ、アーは、ウフル、ベルマー、ホーン、ウィーン2008、 ISBN 978から3から 850284769S176 ありがとうございます。